皆さんこんばんは。ツアー2007愛知リシューにようこそおいでくださいました。私にとっては4年ぶりのツアーになります。もう残すところわずかとなったんですけれども、今日は短い時間ではありますが、どうぞ皆さん最後まで楽しんでいってください。私は去年あるドラマに出演しました。役者魂という作品だったんですけど、そのドラマに出演してなおかつ主題歌も歌わせていただきました。自分が出演するドラマの主題歌を自分が歌うっていうのはなんかちょっとこう不思議な感じ、自分の絵に自分の声が乗っかっている、なんともこうこっぱずかしいっていうんですか、感覚も覚えましたが、その主題歌のお仕事で、素敵なミュージシャンで会いました、竹内まりやさんです。女性としてもミュージシャンとしてももう大先輩の、でもとてもチャーミングな素敵な女性だなと思いました。次はそのマリアさんが書いてくださった曲をやってみたいと思います。それではみんな一人。
世界は目の前にあって今の僕にできることを探して日は暮れてゆく優しい気持ちを捨てないで歩くだね思うよありがとうございます。私は4年という長い時間を空けて今年全国ツアーをやっております。4年という長い時間なので私この間にアルバムを2枚作ってしまいました。皆さん聴いていただけたでしょうか。ありがとうございます。2枚のアルバムということはかなりの曲、かなりのミュージシャンと出会いました。先ほど歌ったみんな一人の竹内まりやさんはもちろん大先輩から同世代、そして年下のミュージシャンまで、でも年齢関係なく素晴らしい才能を持った人たちでした。たくさんの刺激を私は与えられました。次にやる曲も私より一つ年下のミュージシャンが書いてくれた曲です。それをやってみたいと思います。では春風スクランブル。
を決めたのに、未来を君とまだ見ていたくなる。あの日で
した冬の坂道、あの時の時計は止まったままで、今ならば不器用な言葉でも伝えられたはずなのに、離れたあいつ、土砂降りの坂道、水たまりずぶ濡れ、あなたはいない、不器用な私抱きしめて、立ち止まる道の途中、唇噛んだ、はいはい、皆さん楽しんでますか？私は今回が3度目の全国ツアーなんですけど、最初にやったツアーっていうのがアッピーソーブライフという
タイトルのツアーだったんです。同じ曲が私の楽曲の中にあって、そのレコーディングっていうのがとても印象的で、演奏と歌とせーのでやる、とても緊張感あふれるレコーディングでした。あんまりそれまでそういうレコーディングをしたことがなくて、とても刺激を、受けたのを覚えています。でもその緊張感があふれるレコーディングだからこそ印象に残っている、そんないい経験です。そのアーピースオブライフのアレンジをしてくださったのがバイオリンの金子飛鳥さんです。今回飛鳥さんと一緒に全国を回れるということで、もちろんこの曲もやろうということになりました。バンドがいるのにもかかわらず二人っきりという私にとっては非常にプレッシャーの大きな課題を与えられまして、でも毎回毎回、なんて言うんだろう、同じ曲なのに同じメロディーなのに違う感触を味わって、とても贅沢な時間を過ごさせてもらってます。それではあ、ピースオブライフ聴いてください。つぶやいてた、奇跡は起こると、巡り合うこと、それが全ての魔法ね。毎日目が覚めると、あなた続けるでしょう。自分を嫌いになったり、言いたいことが胸に溢れたままだったり、言葉じゃわかり合えず、思いじゃ認められず、身動き取れなくなっても、伝えて伝えて心を、大切なあの人に、信じて信じてあなたのことを、必要な人がいる。どんなにどんなに季節が限り
バイオリン金子明日香。さて次にある曲はここにありますカクテルドラムというドラムを使ってやってみたいと思います。皆さんご存知ですか？私は知らなかったんです。カクテルドラムとはバーとかラウンジで演奏するためにこういう形になったとか、カクテルグラスの形になんとなく似てねみたいな、いろんな説があるそうなんです。まあ興味のある方は調べてみてください。次の曲はこの小粋なドラムを使ってちょっとやってみたいと思います。それでは水たまりの向こう。雨が上がったら水たまりに映るそびえるビルたちも、その世界あったとするなら、ただひたすらに歩いてきたこの道のり、振り返り立ち止まる水たまりの向こう、きっとどこかに忘れてきてしまったものが、知らず知らずの間気づいた自分らしさ、多くを失ったけれど、だからこそ知れたものをちょっと誇っていいのかも。道路の脇の水はじいてく車輪のように進もうと右足を出す。水たまりの向こう、僕はここにいるよ。虹に雨が必要なように街に
それアレスメモリー。月は輝いて孤独な影が踊る。ロココな明かり、木目調一人の日々を。
涙が流れたから、今日もまた一つ星が増えた。本当の痛みをまだ知らないから、何かを失うことも知らない。この悲しい世界で迷わぬように、他の誰でもないあなたがいて、他の誰でもない私がいて、それが私たちの未来になる。重ねたその手を離さないで。探してたものは何だったんだろう。どこにたどり着くためだったんだろう。本当の自由が今見つからなくても、あなたがいるから夜明けは来る。その笑顔がいつも曇らぬように、他の誰でもないあなたがいて、他の誰でもない私がいて、いつか私たちの と、私がいること、それが私たちの未来になる。重ねたその手を離さないで、他の誰でもないあなたがいて、他の誰でもない私がいて、誰かが夢見た未来になる。昔捨てたはずの場所へ帰る。さて、この素敵な夜を一緒に過ごしているメンバーを紹介したいと思います。皆さん大きな拍手でお迎えください。大きな拍手でお迎えください。
まずベース立つ。ドラムス川村寛介。ギター石成正人。キーボードそしてバンマス柴田利文。コーラス大竹優子。バイオリン金子飛鳥。そして私が松高子です。皆さんにご報告と感謝をしなきゃいけないことが、今年で私は、CD デビューをして10年目を迎えることができました。本当にありがとうございます。たかが10年ですよね。ですが私にとってはちょっと信じられない10年でもあります。一年中365日、いいメロディー書けないかなと苦しみ悩みながら何かを生み出しているミュージシャンの方たちの10年、そして私のような人間の10年っていうのは簡単に比べられるものではなかったりして、こう胸張って10年なんて言っていいのかなって本当に思っていたんです。ですがこうやって、一緒に音楽を作り出すことができる仲間と出会い、そして4年も空けたのに会場にこうやって足を運んでくださる皆さんのおかげで、そのパワーに、見えないパワーに背中を押されて、今日今ここに立っていることができます。本当に皆さんありがとうございます。ここからの時間はそんな皆さんへの感謝を込めて、10年を振り返りたいんですけど、10年結構長いんですけど、皆さん10年前は何をしてたでしょうか。今思い出してるでしょう。皆さんぐわっと巻き戻ってますか。セーラー服を着ていたわっていう方、手叩いてみていただけますか。お、そうですか、いいっすね。私はもう脱いでたなじゃあそうですね、結婚してなかったけど今は結婚したよ、早くおいでよみたいな人、手叩いてみてくれますか。あー、お幸せに。結婚してたっていう方は手叩かなくていいです。いろいろ事情もあるでしょう。10年思い出しながら過ごしてください。もし知っている曲があったら一緒に歌って盛り上がってください。思い出して涙が出てきた人は思いっきり泣いちゃってください。はい、ここからちょっと駆け足ではありますが、私の10年を皆さんと一緒に振り返ってみたいと思います。忘れないまま今日も
その半分さえも伝えられず過ごした昨日なのに不思議でふとこんな気持ちに気づいてしまう。とても好きThank you.
ずに離れたあの人の面影がなぜか蘇る。
きっとあなたは違うんだ。他の人とは違うんだね。優しくなく沈む夕日霞め渡され
ありがとうございます。歩いて行きたい
本当にありがとうございました。またこの場所で皆さんにお会いできる日を楽しみにしています。それまでどうぞ皆さんお元気で。Oh,
石成雅人、ドラムス河村康介、ベース達、そしてキーボード柴田俊文。本当に皆さんありがとうございました。10年前私は今日の自分を想像すらできませんでした。でも想像できない自分になっていられるっていうことは多分幸せなことなんだと思います。皆さんの明日や5年後10年後もそんな想像すらできない自分になっていてください。そしてまた皆さんと会える日を楽しみにしています。本当にありがとうございました。ありがとうございました。
皆さんどうぞお気をつけてお帰りください。おやすみなさい。